皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。小学校6年生の算数、今回は並べ方と樹形図というタイトルで樹形図を書いて問題を解く練習をします。では例の1、問題を読んでいきます。 ABCD の4人の班で班長と副班長を1人ずつ選びます。何通りの選び方があるでしょうと、こういう問題ですね。この時班長になる人を前に、そして副班長になる人を後ろにという樹形図を書いて何通りあるか調べます。まず ABCD の中で A が班長になった場合、副班長になるのは B の人か C の人か D の人になりますね。つまり A が班長、 B が副班長、 A が班長、 C が副班長、 A が班長、 D が副班長、こういう組み合わせですね。同じように今度は B が班長になった時、副班長になるのは A の場合、 C の場合、 D の場合、これが考えられますね。同じように今度は C が班長になると、副班長になるのは A の人、 B の人、そして D の人の時がありますね。 D が班長になると、副班長になるのは A の時、 B の人の時、 C の人の時、これだけ数が組み合わせ並べ方が考えられます。で、一つのところに3組 ABACAD と3組あって、それが1234、4つあるので全体では 3×4 イコール12ですね。つまり、選び方12通りあるということが樹形図から、求められるわけです。では例の2番に行きましょう。100円玉を3回投げます。この時表と裏の出方は全部で何通りあるでしょうと、こういう質問ですね。3回投げる時のまず1回目の出方を考えてみましょう。1回目、これは表が出る時と、裏が出る時があります。で、表の時を丸、裏が出る時を×として、こんな記号で書いておきます。で、2回目の出方をここから考えます。1回目が表が出た時、2回目はやはり表が出る時と裏が出る時が考えられますよね。同様に1回目が裏だった時、2回目は表が出る時、裏が出る時と考えられます。そして表表と出た時、3回目、やはり表が出る時と裏が出る時があるはずですよね。表裏と出た時、3回目、やはり表が出る時と裏が出る時があるわけです。で、裏表と出た時、3回目、やはり表の時と裏の時がありますね。裏裏と来た時、3回目、表の時と裏の時があります。この記号は○○○という時は1回目表、2回目表、3回目も表を表しています。丸丸×の場合は表表裏の順番に出たということを表しています。ということなので、この後ろに並んだ出方の数を数えると全部で何通りの出方があるのかが分かります。では数えてみましょう。1、2、3、
8個あったので全部で表と裏の出方8通りこのように分かるわけです。今回は樹形図を書いて何通りの選び方、何通りの出方があるかという問題を解いてみました。今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書やドリルの問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。